いつもロベライチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。今回ご紹介する車は2016年式のアストンマーティンラピード S タッチトロニック3なんですが、こちらの車はロペライチャンネルでも何度か紹介してるんですが、なぜ今ここでもう一回やるのか。そうです、はい、メカニカルアドバイザーとして今日もまたイゴルさん登場です、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、アストンマーティンご検討されてらっしゃる方だったらもう必見な動画になるはずです。そうですね、はいはい、アストンマーチンの故障についてもね、はい、語っていただきたいなと思いますし、まあ、通常通りのインプレッションをしながら、なんか僕もねラピードについて気になってたことがいくつかあるんで、あ、はい、そのあたり今日はねクリーンにしていただきたいなというふうに思います、はい、お手柔らかによろしくお願いいたします、はい、お願いします、はい、では一応スペック紹介だけ簡単にさせていただきますと、こちらが 5.9 リッターの V 型12気筒のエンジンですね。 5.9 ですよ。そうですね、12だとやっぱ嬉しい。いやなんかメンテナンスいっぱいやるとこありそうだなみたいなそういう意味の嬉しさはないかもしれないけど、はい、そうですか。乗る楽しさはやっぱありますね。あ、なるほどね、はい、で最高出力は560馬力最大トルクは630ニュートンという形になっておりまして、はい、新車価格は2490万円、はい、そして現在走行距離がですね、まあ、3.2 万キロほど走ってのロペライ価格は2148万円になるわけですね。どうですか、はい、このリセールバリュー。そうですよね、やっぱなかなかこう古さもなかなか出ないですよね。2016年といってもずっとモデルがそんな変わってないので、ね、確かにね全然2016年とは感じないですよね。だけど、まあ、新車価格からまあ半額ぐらいでは ねもう買えるような価格帯になってきてるのは嬉しいですし、はい、なんかまだ、ね、アストンマーチン見ても私も中古車業界何年もいますけど、なんかまだ3000万円とか、そうですよ ねぐらい必要な、その感じのなんか雰囲気はあるよね。で、まあ、今回のこのラピード、私もね、ちょっとさっき乗ってきた時に、はい、こんな感じだっけなとか、なんかドイツ車と違って、なんかこんな音がするんだけど、みたいなものがあったんで、はいはい、まあ、そのあたりね、いろいろ解説していきたいなと思います。はい、で、イゴルさんから何かありますか？まず、このアストンのラピード、乗る上で、はい、ラピードってまあ、タッチ、まあ、2があったり、はい、まあ、3になると後期じゃないですか。はいはいはい、なんかその上でなんか、こういうところをちょっと気にしながら乗るといいかもしれませんよとか、こういったところはまあ故障あるあるなんでご承知おきくださいねみたいな。そうですね、ところで言うとどんな感じ？車としてはあんま重整備だとか、うん、そういった面では実はそんなになくて、結構タフな車なイメージがあります。そうなの？はい、ちょっと電装系とか弱いかなってイメージはあるんですけど、はい、そんなにここ壊れてすごい大きな金額になってもうエンジンを下ろすだとか、こう大きい重整備っていうのは今まではほとんどなったことない。お手上げもない？お手上げ状態もまあないことはないですけど少ないです。あ、はい、そうなの。アストンの場合は。へえ、はい。で具体的に多いトラブルっていうのはどんな感じですか？多いのは、うん、そうですね。まあエンジンから例えば行くとしたら、はい、一番やっぱ多いのは O2 センサー、排気システム故障っていうのがメーターに出るっていうのはもう。お決まりだよね。決まりです。これラピードじゃなくてやっぱアストンはあるよ、ね。そうなんですよ。アストンが多いんですよね。これ12気筒だからなの。12気筒関係ない。あ、いやそこは関係ないと思う。アストンだ。もうアストンがそう。ということはジャガーもやっぱ O2 センサーは出る？いやそんなことないですね。そう。どっちかというとこっちですね。ええーはい、やっぱそう。はい。で、もう O2 センサーが1本5万円ぐらいするんですけど、はい、その金額で O2 センサーがこの車に関しては8個ついてるんですよね。まあ1本5万なので1本だけ変えたらば変えればいいって思うかもしれないですけど、実は1本変えると結構いたちごっこになっちゃって、次こっちついた次こっちついたってなっちゃって電球みたいな。そう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 。やっぱ消耗品って扱いなのよ。あ、まあそうですね、もう消耗品なんでセンサーはどうしても。あ、なんで最終的にもう8本全部変えた方がいいっていう結果になることが多くて、そうするとやっぱ結構な金額、そこだけで5波40部品代だけで。そうなんですよ。プラスコーチングがかかるわけでしょ。まあそうですね。まあコーチはそんな高くはないんですけど。高くないって感覚がさ、一般レベルと違うと思うんですよ。まあそうですね。僕基準で言ってもらっていいですか？ちなみに、50万円ぐらいあればってか、こっちに。あ、そうですね。トータルで50万円ぐらいあれば全部。ああ、はい。いやいやいや、はあって安心してる場合じゃない。すごい高額整備ですよ、いきなり。そうなんですよね。まあそれはあるんですよ。それもどれくらいのスパンで交換しなきゃいけないものなの？一回変えたら基本的にはもう出ることはしばらくはないんですけど、5年6年そうですね、しばらくってそのくらいの、しばらくって多分乗ってる間はないと思います。あんまり変えてからまたその全部変えたとすれば、うん、全部変えてまたついたってことはあまり聞いたことないんで。あ、そうですか、はい、
どうしても塗り始めたら、まあ、こういったことを今までないのであれば一度は出る故障かなっていう、はい、痛いねなかなか。そうですね、はい、そこはそういう故障は他にもあるんですか。あとはですね、エンジンがちょっと被りやすいんですよ。確かにね、はい、なんであんまり回転を回さずに低回転であんまり長く乗っちゃうと、かぶっちゃってプラグがダメになっちゃって、プラグ交換しなきゃいけなくなっちゃう。かぶった時ってどういう風になるの？ガタ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 、まあ、要はミスファイアなんで、うん、ちゃんとピストンが一、うん、本死んでるとか、全体的にちゃんと動かなくて、うん、ちょっとこうもたつくような感じだったりとか、アイドリングでも座ってる時にいつもと振動違ってちょっと揺れが大きいとかっていうので分かってるんですけど、そういう時思いっきり吹かせば治るとかそういうのじゃない？意外とそれもあったりします。なので一旦ちょっと回転数高めに、うん、スポーツモードとかにしてこう走るとまた機嫌が良くなるっていうのもあったりするんですけど、でこのプラグがまたエンジンの構造上を、ちょっとボネット開けようよ。ああそうですね。どっちだこれ。こっちですね、左なんで。なんでアストンってさ、アストンってやっぱり入社の中でも故障多い感じする？あでもエンジンはタフですよ、やっぱり。エンジンとか足回りはほとんど壊れないです、そっちの面で。マジっすか。ただこれが、うん、まあ、先ほど言ったプラグって、ここのシリンダーの上にこう、まあ、12個なんで12本、はいはい、6本6本に刺さってるんですけど、これがどうしても上にあるんで、うん、このインテークを全部外さなきゃいけないんですよ。なった時に、まあ、結構な工賃かかっちゃうのと、あとまあガスケットとかそういうの全部交換になっちゃうんで、はい、プラグ変えるにしてもとか点検するにしても、これを外さなきゃいけなくてちょっと厄介だったりとか。なるほどね。はい、他には？他にはエンジン系は、まあ、エンジンはタフだって言うけど、でもあるあるっていうところのところ、はい、まあ、シンプルにまあオイル漏れっていうのはフロントカバー、よく今までヘッドカバーから埋もれるってよく言ってたと思うんですけど、これヘッドカバーはそんなになくて、どっちかというとこのエンジンのフロント側にあるフロントカバーから漏れるんですよ、はいはい、それになると結構な工賃かかっちゃいます。あ、そう、はい、結構ってどれくらいのこと？結構いくらだったかな。2桁いく感じ？あ、いや全然いきます。ああ、はい、そうなんだね。全然いきます。だったりとか。そういうところか。あとどうしても狭いんで整備性はあんまりよろしくない。ベルト一つ変えるにしてもちょっとエンジン持ち上げないとベルト交換できなかったとか。じゃあもうある意味あれだ。例えばそのプラグにしてもセンサーにしても、はい、ちょっとケチって整備しちゃダメなんだね。あ、まあそうですね。今回はここだけとりあえずやっとこうみたいな形にすると、まあ、結果全部やんなきゃいけないってなる車ってことだよね。はい、なんでどこかがちょっと壊れた時には、ある程度余裕がない方じゃないとあまりちょっとおすすめはできないかなっていうような感じでは。俺には無理だ。あと保証入るとかね。そうですね、はい、保証は入ってるとかいいかもしれない。まあエンジンだと大体そのくらいあるよと。そうですね、はい、ちなみにこの、まあ、前回りでな特にないの？なんかセンサー、このフロントのコーナーセンサーとかライト系とか。フロント、そうですね、フロントは特に、まあエアクリーナーがちょっと、うん、面倒なところというか、ここに入ってるんで、まあ、交換するにちょっと工賃が高かったりだとか。整備性が良くないってことだ。整備性が、まあ、工賃高いところはね。うん、オイル交換にしても結構厄介だったりするね。左ハンドだと結構大変で、うちでも、ぶっちゃけファクトリーの方で、オイル交換がどれだけ大変かっていうのを挙げてるんですけど、あ、そうなん、結構大変です。うち挙げてるのは DB9 ですけど、DB9 の左ハンドル。で基本的に一緒なんで、大体は。すっごい大変です。やっぱそもそも英国車って右ハンドルだから、はい、右ハンドル用にそういう作られてる感じはすること？それもありますね。で、左に来ちゃうと、ハンドルのいろんなパーツが入ってきて、うん、フィルターをやるのに、もうすっごい狭いところで、もうちょっとやけどしながらこうやるような感じになって、すごい大変。っていうことはだよ、はい、新車保証が切れてしまった車は、基本的に実費整備になるじゃないですか。はい、そういう車は左ハンドルよりも右ハンドルの方が整備の工賃がもしかしたら安い、はい、時間にしたら安くなるかもしれない。そんなことはないです。あ、そこはないの？左ハンドとしても同じ工賃でやります、そこは。ああ、はい、じゃあ高くっていうするわけじゃないね。右と同じ設定させてもらう、はい、そうそうそう、そこは工賃は変えてない。右ハンドから左ハンドからっていうのはない。そうなんだ、はい、そういうのあるんだね、やっぱね、はい、そういうのはね。そういうのアストンぐらい、右も左もちょっとやりづらい、ね、はい、右ハンド左ハンドルでちょっと大変になるのはアストンが特に目立つかな。はい、そうですか、はい、いやいや分かりました。あとは大丈夫ですか？はい、なるほど、はい、了解です。ではちょっとサイドも見てみましょうかね、はい、ではこちらサイドですね、はい、なんともシルエットは品があって美しく、ちょっと紳士な、ね、ダンディーな感じもしますけども、
僕ね、聞きたいことありましたよ。はい、アストの回で言うと毎回言うんですけど、ブレーキの効き？ああ、はいはいはい。ね、DB9 とかだと結構ブレーキの効きが悪くて前当てちゃうとかっていうケースが僕のお客様でもあったんですけど、はい、実際そういうことで入庫ってないですか？ブレーキの効きが悪いっていうので入庫はなかったですね。あ、そう、DB9 とかでも？ブレーキ泣きとかはあるかもしれないですけど。ああ、はい、そう。まあ、ちょっとこれは多少ね、ラピードになって強化されてる感じはするんですけど。はい、ブレーキ泣きはやっぱあるんだ。ブレーキ泣きはどうしてもあります。特にアストンはちょっと多いイメージはあるかもしれないです。あ、そう。はい、でも、どうもできない。基本的にもう、このパッドとローターの当たりの、なんだろう、が良かったり悪かったりとか、そういういろんな原因があって、で、まあもう、パッドを面取りして組むしかないんですけど、悪化するかもしれないですし、良くなるかもしれない。そこは分かんないんですよね。あ、そう。はい。なるほど。あとなんかどうですか、このドア周りとかパワーウィンドウとか。横といったら、まあ、一番最初にやっぱこれだなと思うのは、はい、まあ、逆なんですけど、給油口はよく開かなくなるんですよ。もうアストン乗られてる方だったら、ああ、分かるって思うと思うんですけど。そうなの？はい。給油口開かないわ。給油口って運転席足元下にあるスイッチで言うてなのね。そうそうそう。押して、うん、押しても給油口が開かないっていうのが、もうアストン本当に多いんですよ。あ、そう。はい。電子だからね。引っかかっちゃうんですよね。まあ、後で多分見たら分かると思うんですけど。はい、今見ました。給油口の。これだってイグニッションオンじゃないと給油口開かないとかじゃなかったっけ、アストンって。これ開くんだっけ、ちょっと一回。今この状態で。あ、これ今綺麗に開きました、ね。はいはい、開きましたね。これ綺麗に開いてるの、これもう素晴らしいんですけど、うん、これを閉めるときに、うん、結構ちょっと雑にこう乱暴にパターンやったりとか、うん、やるとこれがだんだんこの円に対して、まあ、もうすでに結構ここギリギリなんですけど、ここ幅がいっぱいあって、ここクリアランスあんまりないのかなんですよ。これが干渉してくるんですよ。で、干渉するとそこを押してもここが当たってるんで上に上がらないんですよ。あ、ジンガーで、ここで上げたくてもあそこを押さないとここのロックはずっとかかってるんで一人で開けられないんですよ。なんでそういう時どうしたらいいの？そういう時は誰かを呼ぶしかないです。一人でも、まあ、僕も開けない。そう。行ければいいですけど。そう。なんで、そこを押しながら、ここで、ちょっと傷つかないものとかで、こじ開ける感じにして、そういうこと。で、またボルトを緩めて、ちょっとこう、調整して、ここが、芯が出るようにしないと、これも絶対アストンになります。どれも。マジか。塗装とかも剥げちゃうんですよ、ここ。なんかエマージェンシー用のなんかワイヤーがあるとかそういう問題じゃない？エマージェンシーもあるんですけど、うん、結局やってること一緒なんで、エマージェンシー引っ張っても開かないんですよね。なんで、なるほどね。そう、これも絶対あります。なんでなった方は、あ、会えればいいんだなっていうのを思い出していただければ開けられるんですけど、なった方はぜひコメント欄にメッセージください。、はい、そうですね。へー、はいはい、あとはどんな感じ？そのサイドあとはサイドで言うなら、まあ、このドアですか、ね、ドアも故障するの？ここの窓で、はい、ここに集中でハーネス配線があるんですけど、うん、はいはい、まあ、開け閉めするじゃないですか、はい、ここを断線しちゃうんですよ。まあ、特に運転席やっぱ閉め方の問題ってこと？いや、じゃないです。もう、まあ、当たり外れの問題というか、まず、はい、なのでここが断線すると、はい、これを開け閉めした時に、うん、多分このくらいの角度でウィンドウがグッグッグッと下がっていくんですよ。本当に？っていう症状があって、これ動画もあるんでぜひ見せられたら。そっちにやっぱどんどん送客していくからね。そうがあって、でそれまあ普通にディーラーさんとかにお願いすると、うん、まあここの全部組み直して20万ぐらいかかるんですけど、まあ、うちでしたらまあ修理という形でやれば。まあ、5万、6万ぐらいで修理ができるんですけど、はい、これは運転席側に多い？やっぱ一番開け閉めするのが運転席なんで、どうしてもそこから来ちゃうっていうのはあります。はい、注意点は？いや、もうそこはもう、うん、どうしようもないですね、ここに関してはどうしても。まあ、予防としてちょっとこう取り回しを変えるとかはできるかもしれないですけど、あ、まあ、なるときはなっちゃうんで、はい、だったりとか、面白いね、なんかね、はい、とかとか。あとこの、はい、スワンドア。スワンドア。このタイプって、うん、まあ、ダンパーはこっち側に入ってるんですけど、うん、どうしても上に上げてるんで、うん、ずっと重さがかかってるんですよね。うん、なんで、ダンパーがすぐダメになっちゃう。あ、
多分、まあ、このセダンよりもクーペの方が多分多いと思うんですけど、クーペだとドア長くなって重くなるんで、余計ダンパーがダメになっちゃって、開けるんですけど、離した時にこう、シューパンってしまっちゃう。っていうのがよくありますね。今日さ、これ駐車場から出してきたんですけど、はい、狭かったの。もうこのくらいしか開かなくて、はい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 、なんとか無理くり入るんだけど、はいはいはい、この辺で止まんないじゃん。ああ、そうですね。そう、だからもうね、カバン置いてとかいろいろな時に大変だった、はい、これもう常に今挟んで足が、そうですよね、足がもうみたいな感じになってたから、ってたから駐車場が狭いとちょっと面倒くさいかもしれないね、これね。でもうこれだけでも多分新品に変えたらもうここら辺で止まりますよ、割と。あ、そう。はい。なんでちょっとずつへたってくるので、どうしてもバンパーが。はい。さすがだね。そうですね、そこら辺はありますね。後ろは大丈夫？やっぱ後ろはあんまり、やっぱどうしても開け閉めする、うんのが多いところから出るので、あとこれちっちゃいので、ああ確かにね、ドアの重さもちょっと違うもんね。はい。そうなの。基本的に前のドアか、うん、クーペのタイプの足とはすごくなる。なるほどね。はい、まあロペライならお安くお直しもできますか。そうですね。はい。あとなんかある？このサイド、インテリア以外のところ、トランクとかも。まあ、ドアロックもダメになります。これアクセーター。本当？この。これと中のワイヤーが伸びちゃって、うん、鍵をかけても鍵がかからない。かかるんですけど、まあうん、かかってすぐ解除するみたいな状態になっちゃうんですよ。そう。がかけたいのに、こうかけられなくて開くみたいなのがあって。じゃあこういう時も例えばロックかけます。はい。なんだけどカチャッカチャッって開いちゃう。そうなんですよ。ここが光るの分かると思うんですけど。そう、開いちゃうとき、なんか応急的に、応急処置的に閉める方法とかない？閉めれないんですよ。そう。なんで、はい。そこはまあ、これで閉めてもらうか、ただ助手席が多分ついてないので、助手席を、どうにか閉めた、聞いたり聞かなかったりなんで、聞いた状態でこっちで閉めてもらって、っていうのはありますね。アストン、しっかり本当しっかりしてよ、アストン。まあ、でも、うんまあ、こういうふうにいろいろ壊れるって言ってるんですけど、はい、言うて、一つの車両にこれが全部起きてるわけじゃないんで、あ何十台も見てる中で、まあこんな故障があったよってことなんで。はい、そうだね。一つの車両で全部来たら、ちょっとそれは最悪だよね。もうあれなんで。泣いちゃうね。そうそうそう。なんで。なるほど、わかりました、はい。ちょっとじゃあ後ろの方はどうですか？トランク周りとか。後ろは、これなんかね、テールランプとか。テールランプは、まあ、この車に限った話じゃないですけど、まあ水やっぱ入ります、これも。あ、そうなんだ。はい、結露が溜まっちゃうみたいな感じでね。結露が溜まっちゃう。これも片方25万ぐらいするので。はぁ、まあ。交換しかないんだ、それは。基本的には交換です。一応コーキングする方法もあるんですけど、うん、完全にやっぱ遮断する、密閉するっていうのが難しくて。でも私の変えてもまたなる可能性もあるわけでしょ？もうありますよ。はい。なんで、まあそこはどう我慢するかどうか。輸入車多いよね。多いですね。ヘッドライトもテールも、はい、結露溜まっちゃうとか。はい。あとここトランク開くときのこのボタンとかなんかちょっと心配な感じなんだけど、ああこれ意外と大丈夫ですよ。あ、大丈夫これは。はい。ここが壊れたことはあんまりないですね。こうでこう開けますよと。あとこのアストンの革ってさ、はい、ちょっと上質な高級の革じゃない。はい、はいはい、だからこういう例えばね、駐車場が屋根付けじゃなかったりするとさ、はい、革がちょっと焼けちゃったりしそうなんだけど、そういうのもやっぱりあります。縮んじゃうんですよね。ね。で、ふにゃふにゃってなったり。そう。なったりのはよくあった。あと、パネルとかも浮いちゃったりだとか。あ、そう。っていうのは、アストンあります。それもやっぱ、うちでメンテナンス。それ、内装屋さん呼んで。そうですね。はい。外注さんにはなったんですけど、それで、はい、リペアという形で直すことはあります。なるほど。はい。わかりました。で、まあ、トランクスペースはね、これ、ゴルフバッグ、横にも入れますし、縦にも入れますよっていうスペースは、ね。そうですね。イギリス車はね、広くていいですよね。はい。うん、じゃあ一回じゃあトランクの方はねこれで閉めます。はい。じゃあちょっと気になるちょっとインテリア周りね、さっき内装のお話もありましたけど、はい、これエンジンかけるときもさ、やっぱ一発でかけてっていうか、はいはいはい。やっぱそこは大事なんでしょう。刺してから赤くなってとかっていうよりかは、ね、もう直接グッて刺しちゃった方がしっかりかけやすいかなと思います。で、これエンジンが被らないようにする方法。はいみたいなところで言うと、まあ、こうかけるじゃない？はい。で、さっきの低回転の時がやっぱりかぶりやすいって言ってたわけだから、はいはい、この、今エンジンかけた瞬間もなんか、ブッ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 、みたいな。かぶってる時は、こういう感じになるってこと？もうわかりますし、この針で
針がちょっとこうふらつくんですよね。ふらついてる時はもうまあ大体ちょっと調子も悪いかなっていう。これ結構安定してるんで全然問題ないですけど。回転数回すっていうのはアイドリングの時にバーンって回しちゃっていい、アイドリングでもいいんですけど、走った方が、はい、カーボンより飛びやすいかなと思うんで。あーって。はい。それでも落ち着かなかったら、ちょっと工場に入庫して、プラグ洗浄かなんかして。そうですね。はい。になりますね。ドアノブ、はい、シートベルト当たってる車も多くない？ああ。この辺り。多分、シートベルトをこうやって外すときに、はい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 、カチャッてやって、このままバシーンっていっちゃうんだよ、ね。勢いで。そう。で、ここのね、内張りというか、内側のパネルガン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 当たってる車とかも結構あったりするんだよね。綺麗なピアノブラックなんで目立っちゃいますよね。そうそう、これは。まあそのくらいか。じゃあ特にインテリア関係、エアコンがすぐダメとか、シートヒーターがダメになるとか、パワーステが異常になっちゃうとか。そこら辺は意外とないんですよ。はい。なんでそこら辺はタフなんですよね。なるほどね。はい、エンジンのところは。ああ。はい。わかりました。ちょっと一回吹かしてみますよ。はい。せっかくなんで。では行きます。うわあ、いい音だね。12気筒の中でもかなりいい音する、ね。そうですね。OK、わかりました。じゃあ、一応ライトチェック、行きましょうか。はい、ではライトチェックですね。ヘッドライト。じゃあ、行きます。じゃあ、まずスモール。はいはい。ね、行きますね、うん。はい、で、ロー。あー、一眼ですね、一眼です。はい。で、ハイビーム。うんうん。はい、切り替わります。はい、ウィンカーハザード。はいはい。うん。はい。はい。で、ホーン。うわー、大きいね。これさ、ベントレーのコンチネンタル GT とかのハイマウントとか、はい、結構高いっていうじゃない。はいはいはい。これ、アストンとか大丈夫なの？このウィンカーとかのなんか。そうですね。電装、要は光り物、うん、で壊れることあんまり聞かないんですよ。あ、そうですか。はい。わかりました。じゃあ、後ろ行きます。はい。ではでは、まずはブレーキ。あー、かっこいいね。はい。で、ロー。あ、ローじゃ、あの、あ、ロー、ライトオン。ですね。はい、で、ブレーキ。ね、綺麗だよね、やっぱね。綺麗ですよね。やり方ね。うん、はい。で、ウィンカー。はーい。はーい。ハザード。はーい。バック。はーい。OK です。もう一回じゃあ、吹かしてください。いいね。すごいですね。いい音しますね。はい、OK。はい。ちょっと暑いんで脱ぎました。そうですね、今27度でしたね。はい、暑いですね。なかなかの、はい。はい、では、これから修理行きたいと思います、はい。よろしくお願いいたします。お願いします。あと、この鍵。はい。鍵もなんかある。なんか鍵よく、ボタンが沈没しやすいのが分かりますよ。そうだね。特にこのスペアキー。確かに確かに。うんうん、これ、まあ、よくお客さんで、まあ、沈没してるから直したいっていう方いらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、クリスタルキーとこのスペアキーあるじゃないですか、うんうんうん、まあ、プラスチックとクリスタルで。クリスタルの方は、うん、まあ、大体27万円ぐらいするんですよ。まあ、でもクリスタルキーってでも、陥没も沈没もしないよね、あれね。あれしないですね。まあ、ボタンの構造が違うんで、うんうん、あれはしないんですけど、じゃあこっちを直したいってなった時に、プラスチックなんですけど、うん、20万するんですよ。マジ、はい、こっちのスペアキーの方でも。そんなに。なので。え、1個20万。1個20万。もう側ごと変えなきゃいけないんで、ボタンだけじゃなくて。ってなると、もうプラスチックじゃなくて、スペアもクリスタルでいいんじゃないみたいな。7万円しか変わらない。そうだよね。これ20万円はちょっとやっちゃってるよね。そうなんですよ。結構高いんだよね。うそー。なんでそこはまあ、スペアキーのあるあるなんですけど、高いんですよ、スペアキー。プラスチックなんですけど、それはちょっと何とか言っといてよ、それ。どうぞ。そう、ここは勘弁してよって。でね、なんでもうスペアもクリスタルにするしかないですね。で、アストマーチンってまあそんなに壊れないとは言ったんですけど、うん、単純にやっぱ部品はどうしても高いんですよ。あ、なんで壊れてないにしても消耗品を買えるってなった時に、一個一個のパーツがどうしても高い。で、金額は張っちゃう。確かにね。だったりとか、パーツも基本本国なんですよね。大抵。消耗品以外になってくると。はいはい。なんで時間もかかっちゃうみたいな。そういうとこだよね。そうですね。だから、紳士じゃないと乗れないんだ。そうですね。
余裕がないと乗れないかな。そうだね、時間やお金にも余裕がないと。そうですね。はあ、そうですか、うん、でもさ、そのアストンの整備をするわけで、まあサービスフロントじゃないから直接お客様とお話ししてないかもしれないけど、はい、あれじゃない？なんかちょっとそんなかかるの？みたいな感じで言われることとかもあるんじゃない？ああ、まあ、そうですね。でも、結構やっぱ、アストンマーチに乗られてる方は結構余裕ある方多いイメージありますよ。はい、あんまり、ケチっちゃうというか、っていう方はあんまりなんで、へー、多分ケチな方って言ったらかもしれないですけど、もう消耗品だけでも文句言うぐらい、だからワイパー1本でしょ、これ2万円とかするんですよ、1本。ワイヤー、そう。ブレードだけで2万円するんで、多分そういうところを気にされる方は、ちょっとお前、やらせてもらえないですよね、ってことだね。はい。きれい、高いね。そうなんですよね。あとさ、今日というか、この、ラピード特にそうなんだけどさ、はい、例えば普通に運転してるじゃん。はい、で、エアコンも、まあ、オートで風を調整してもらってると、はい、なんかね、水流のような音がよくするんだよね。みたいな。はいはいはい。スイーみたいな。このちょっとオートに、まあ、オートにするとこんなちょっと、例えばよ、こういうふうにやってるのになんか、スーあーはい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 、あの音は何、エアコンの風が強くなってるのか、なんかやけに音が聞こえるんだよ ね、 ね、水なのか風なのか。ファンはここに一応あるんですけど、うん、であんまりカバーされてないんで、うん、あのファンが回ってる時にこうスッと当たってる音は割と結構ダイレクトに聞こえるんですよ、この車両に関してはっていうのはあるんで、多分そうですね。まあちょっと後で落とした時に言うね、うん、はい。え、でも音とかでなんか預かることとかない？変な音がするんだけどとか。はありますけど、アストンマーチンで異音はあんまりイメージないかもしれないですね。あ、そう。はい。僕はあの初代のカイエン乗ってた時に、はい、よくあのこうナビ周り、はい、コンソール周りに、はい、コオロギが住んでいるっていうことを言ったら、カチャ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 、はい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 。なんか虫がいるような音する。そうですね、アストンは意外とここら辺の故障っていうのはあまり聞かないんですよね。うーん、あまりなくて、まあここのナビの、うん、あの上に上がるっていうのが壊れるのはよくあったんですけど、あ、上あの上がらない、はいはい、ここのギアがちょっとダメになっちゃったとかはあるんですけど、はいはい、なるほど。ここはもうずっと変わらないんですよね。でもこのさ、6リッターの12気筒をさ、はい、長くも作ってる車だから、はい、さっきも言うようにエンジン自体の構造ってあんま変わってないもんね。変わってないですね。チューニングでちょっとね、馬力や出力変えてるのかもしれないけど、はい、だからエンジンはタフなんだね。結構もう完成形なんだと思いますね、もうね、はい、12気筒って言ったら、いや、うちのエンジンやみたいな、そうそう、タフやでーって言って、はい、まっちゃんですか。なんかでもさ、このまあフォードはセダンとは言わないけど、ちょっとね、はい、スポーツタイプのねハッチバックだけど、はい、にしてはちょっと硬い気がするんだよね。あ、なんかね、一応4人乗れるとはいえ、はいはいはい、もうちょっと柔らかくてもいいんじゃないのかなとかって思うんだけど、サスペンションを変えるとかっていうのはあんまない。サスペンションを変えることはほぼないですね。あのオイル漏れしてても変えることはあったんですけど、ぐらいじゃなければあんまり。一応ビルシュタインのスペンションが入ってるんですけど。あ、そうですか。はい、あ、電池レーターついてるじゃないか、これ。電池レーターやってみよう。あれ？あれ？つかないで。あ、こうか。こうして、逆に。あれ、どっちだよ、これ。右にすんのはどうしたらいいの？シートヒーターになっちゃった、そっち。熱い。あ、これで。あ、これで。こっちですね。そうか、そうか。こっち側はついてる状態。あ、ついてるか。ああ。はい。なるほど、なるほど。なんか、ブーっと震えてる感じするね、なんか。しますね。ファンが回ってる振動が。アストンマーチン、あと、うん、シートよく動かなくなるっていうの結構ありますね。パワーシートが？パワーシートが動かなくなるっていうので、で、これ、故障じゃなくて、単純に記憶が飛んじゃったみたいな。あれ、シートの位置どこだっけみたいな。っていう風に、この車側がなるのがよくあって。で、アストンって、まあ、あんま言い方は悪いかもしれないですけど、ちょっとバカなんですよ。コンピューターが。
で、すぐ、ね、分かんなくなって。うちのレンジ君もなるよ、それ。あ、なります？なんか二日酔いなんかなって思ってる。そうなんですね。なんで、大体そういうのがあった場合って、アストンよくあるのが、電装品でちょっとトラブルになった時に、うん、とりあえずマイナス抜いてみよう。バッテリーのマイナス抜いてリセットして、で、刺すと治るっていうのがよくあるんですよ、アストンマーチって。じゃあ、あれだ、点滴ちょっと打つみたいな感覚で、はい、ああ、二日酔いだからちょっと昨日さ、お酒飲みちゃったんだよね、バーで、みたいな。ちょっとじゃあ点滴打って今日は大丈夫かな、みたいな。そうそうそう。ちょっと、リセットかけると。リセットかけると、まあ、学習自分でもう一回しなきゃいけないんで、まあ、例えばシートの話ですと、まあ、動かないってなった時にバッテリー抜いて入れるじゃないですか、うん、で動かなくなるんですけど、いろいろ動かしてると一箇所だけ動くところがあるんですよ、うん、例えばまあ前にだけ進むとか、うん、なった時に前に進んだら前に全開やって後ろに全開やってそれを繰り返してここを覚えさせると次はこの背面が動くようになったりとかして、それでまた前後全部やって、パワーインドとかもそうだよね、パワーインドとかもそうですけど、長押し長押しみたいな、そう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 、あんな感じで急に忘れるんですよ。なんでリセットかけるともう一回学習するっていうのがたまにあるんですよね。いや、うちのレンジもそうなの。例えばずっとフルスクリーンの地図してるんだけど、はい、たまにあれ元に戻ってるみたいなことがあったりして、そうなんで細かい原因は分かんないんですけど、うん、多分なんかのきっかけで飛んじゃうんですよね、そのメモリーというか。なるほど、はい、へえ。っていうのもイメージありますね、アストンマーチ。さすがだね。アストンだから許されるよ、それは。そうですね、そこは全然なんか、ああまたかみたいな感じになるんで。へえ。でもそれ国産車だったら許されないでしょ、きっと。そうですね。なんで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 ってなるよ。そうですね。最近の車は全然抜いてもマイナス抜いても全然、うん、パワーウィンドウとか記憶してたりとかもあるんで、そこはもう多分予備のメモリーっていうかがいろいろ違かったりすると思うんですけど。なるほどね。だバッテリー上がりもやっぱちょくちょくあるんですよね。あ、はい、なんでまあその時にまた記憶させてえ、例えばさ、まあアストンにしてもさ、まあアストンっていろいろあるけど、はい、何年モデルがなんか当たり年外れ年みたいな、ワインじゃないんだけど、そういうのあったりするの？いや、アストンマーチン基本的に本当変わってないんで、うん、側も本当に整備してて新しくなったとしても、うん、まあ変わってないですし、うん、内装に関してもまあ DB レムとかはまたちょっと別なんですけど、うん、中身がベンツになったりするんで、うんうん、以外に関しては基本的に古くても新しくてもやっぱ壊れないところはずっと壊れないです。あ、はい、なるほどな、はい、いやなんか国柄が出るね。あ、はいはい、なんかそうですね。あ、これも屋根だれするかね。あ、これいやあんまりラピードとかあったかな、まあ、ジャガーとか多いじゃない。そうですね、ジャガー多いですけど、まあ、もう多分 DB7 とかそのくらいの認識にならないと、テンダレはなかなか、20年以上前になれば、そうですね、ぐらいにならないとあんまり起きないかな。DB7 とかもさ、はい、見た？メンテナンスで入庫とかして DB7 ありますけど、最近はあんま入ってこないですけど、うん、はい、ちょくちょくやってますね。DB7 って本当ね、最近乗ってないけど、はい、あれすごいよね、はい、12の方がめっちゃ速いよね。ああ、なんか、踏んだ時のガツンってくる感じがすごいですよね、ダイレクトで。スピンしながら走っていくような車だし。エンジンかけた時の始動もすごいじゃん。はい。シュイーン、ドワーンみたいな。そうですね。うわーみたいな、はい。あれはあれで迫力ありますよね。ね、うん、だってあのさ、2000年前後で12気筒あるんだもんね、あんな。そうですね。タイヤ切れエンジン。うん。すごいよ。まあ、あとどうしても内装がちょくちょく、まあ、ここが浮いてきたりとか、ここはだいたい剥がれちゃったりとか、そうですね。で、パネル外すのも結構手間なんですよね。あんまり効率的じゃないんですよね、組み方が。ここ外すのに結構いっぱい、バッテリーとかもそうなんですけど、バッテリーを取るのに捨てがあって、捨てを取るのに横を取って、横を取るのにここのプレートを取ってって、後ろ側にもここまで取ってるんですよ、とかもあったりするんで。そこら辺はちょっと大変かなっていうのがあったりするんですけど。
そういうのってさ、なんかマニュアルを見ながらやるの？もう自分でも感覚で、感覚です、ね、こうだな、こうだな、はい、次ここかな、あ、ここ当たるから次ここ合わさなきゃな、みたいな感じで。それにしてもさ、屋根が低いから信号が見えない、ね。見えないですね、思いましたね。こうしないと見えない。まあ、スーパーカー乗ってるなっていう感じはしますよね、この戦は。そうだね。はい、アストン、塗装も弱いんですよね。あとイギリスはなんか弱いイメージあるけど。弱いですね。特に、僕、一応、うちでお客様の預かって、うん、どうしても、その雨に当たったりとかした時に、花粉があると、うん、もう、アストンに限っては、本当に落ちないんですよ、なかなか花粉が。ああ、そう。で、花粉のシミ、うん、で、まあ、この塗装がどうしても多分、シミつきやすいタイプで、まあ、熱とかで花粉を落とすしかないんですけど、うん、それがどうしてもアストンは結構厄介なところはあるかなっていうのはイメージありますね。うちのレンジもそうなんだけど、はい、コーティングかけても、はい、あんまかけた感がないんだよね。あ、そう。で、これうちのテクニカルの人に言ったら、正直コーティングかけるので一番大変なのはイギリス車ですって言ってた。はいはいはい。そう。なんか、言ってる気持ちはわかりますって言われた。そうなんですよね。ちょっと塗装面が、まあ、アストン特有の。うん、ね、はい。塗装かなっていうのはありますね。じゃあちょっとここからスポーツ入れちゃいますね。はい、スポーツ入れて。なんかちょっと邪悪な雰囲気を感じるよ。ラビードいつ乗ってもなんかちょっと悪そうな感じもするし。そうですね。なんか今ちょうど速度が77キロだったの、はい、なんかちょっと嬉しくなっちゃった。ダブルオーシャンですか。そうです。もう車両は違くてもやっぱアストンマーチンはダブルオーシャンのやっぱイメージがどうしても出ますね。ありますね。ちょっとスパイになった気分じゃないですけど。あ、4速、はい、3速。ああいいね。やっぱタッチ3だからレスポンスも早いですよ。3速、あーいいね。これくらいの音がいいわ。そうですね、アストンの V12 の音は結構いい音だっていつも思いますね。そのさっきそのエンジンがかぶっちゃった場合に、はい、もう結構回してっていうのはもう5、6千回転ぐらいまでぐわーって結構回して、あ、もう本当結構高回転で回しますね。はい、じゃあもう一速二速とかでブワーってとにかく走ってあげて。そうですね。だからもう音は気分はもうさっきと走ってるかなぐらいの高回転で走ると、それで詰まったカーボンとかが飛んでくれるんで、プラグの汚れが。それで解消する場合もあるっていう。なるほど。はい。バイザーとか本当意味あるのかなっていうぐらいね、ちっちゃいですよね、いつも。でもバイザーないと車検取れないでしょ。あ、バイ、そうですね、ね、前見えなくなっちゃうんで。ただ、ね、にしてもこれはまあそうだよね、変わらないかなと思うんですけどね。あと、もうしょっちゅう言うんですけど、はい、例えばレーンキープ、まあ、レーンビッキープないでしょ、ブラインドスポット、はいはい、で後付けできないもんかね。あー、それは、調べたら出てくるかもしれないですけど、基本的に多分仮に後付けができたとしても、うん、信用できないんですね、それを。あ、そう、はい、いや、イゴール君が作ってくれればさ。僕にはそんな、それでいないかって出てたから曲がっていてぶつかったって言われても責任取れないです、それは絶対。そういう、はい、事故につながれるものは多分あんまり社外品で出さないかなって思いますね。なるほど。欲しい気持ちは確かに分かるんですけど。じゃあちょっとね、少し窓も開けて音も堪能してみましょう。うん、いいね、やっぱ12気筒の太い音ですよ。シートチェンジした時の音いいですね。うん、パランって、うん、いいね。ちょっと綺麗すぎない感じの、そうだね、なるのが
前にエンジンがあるのにもうほとんど後ろだね。もうそうですね、音はそうですね。マフラー音がすごいね、うん、はい、いいね、ここにやっぱ三角窓があるっていうね。あ、いいですよね。この畑道にアストンが、まあギャップすごいですねなかなか確かに。パドル使っちゃうのね、そこで。あ、結構パドル使っちゃいません？あのアストンって。あ、いや、踏むとき以外本当使わないよ。本当ですか、うん、なんか D を押し忘れるというか、うん、あ、そうだね。そうなんですよ。確かにそういうね、マニュアルモードに入っちゃってるっていうのはあるから。そうなんですよね。そのままもうニュートラ一足って入れちゃうんですよね、ついつい。でもアストンかっこいいよな。かっこいいですよね。これなんかアメ車のかっこよさとはまたちょっと別のかっこよさがあるんだよね。この上品さが本当ありますよね、ねアストンマーチンで。ジャケットとか似合うぜ。似合いますね。着てないけどさ。暑いっすからね。ドリンクホルダーは一つか。内装すごいね、本当これね。内装すごいですね。オプションですけど、これも。ドリンクここ着ないでしたっけ？うん、あ、ないのか。そう、これはない。あれないかよね。ホントリンクもこれペットボトル入らないですよね。ね、入らないよね。すごいちっちゃいですよね、これ。ちょっと言っといてもらっていいですか。ちょっと広げてもらって。細かい注文。でも鍵で20万って、このスペアキーで20万ってちょっといくらなんでもって感じですよね。しますよね。まあでも。アストンのあの金額を知ってるとは、まあやっぱりそんなもんだよなっていうの。まあただクリスタルキーとの差がそんななかったのがちょっと意外だなと思って。いや、クリスタルキー25万って言われても、うーんと思うのに、はい、このスペアで20万もみたいな。そうなんですよ。何本でですかみたいな感じなの。そうなんですよね。10本くらい入ってますみたいな。中身全然シンプルなのに、で、ガワンプラスチックで。おもちゃみたいな鍵じゃない？そうなんですよね。ではね。そこはやっぱブランドですよね。いや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 、もう言っといて、それも本当に。頼ますよって。で、アストンのマークスら全然入ってないですからね。本当シンプルに。ね、うん、グリコのおまけとかに出てきそうな感じ。ちょっと言い過ぎました。申し訳ございませんでした。スペアキーはね、みんなそんな持たないんで、みんな。あ、でも、アストンは、はい、なんだろう、その、ちょっと非日常的な感じの車じゃない、なんか、はいはいはい、ね。たとえ東京に住んでても、はい、アストンってそんなに見ないと思うんだよね。そんな見ないですね。そうなんですよね。そう。だからその特別感やステータスもあって、限られたオーナーさんにしか所有ができないみたいな。そうですね。ところがまたかっこいいよね。よっぽどフェラーリの方が多いと思うよ。あ、まあそうですね。うん、はい。では、まとめです。はい、本日はラピード S サチュリック3ですけれども、はい、イゴルさん的に、まあちょっとね、はい、イゴルさんはメカニックの人なんでね。そうですね。そうそう、そう、メカニカル目線も入れた100点満点の数評で言うと、何点でしょうか、はい、92点ですかね。お、高いね。はい。はい、理由はまあやっぱり、このまあ単純に、このアストンの、かっこよさというか、うん、この、なんだろう、まあ、なかなか人と被らないし、うん、上品さだったりとか、そういう意味での点数が高いんですけど、その分、その、何もかもが高いっていうのがどうしても結構、減点しちゃうところで、はいはい。で、まあ、余裕がある方でしたら、もちろん、何も気にせず乗ってもらっていいと思うんですけど、うん、壊れるって言っても、まあ、本当、たまに壊れるぐらいであって、基本的には全然、壊れることそんなに、気にしなくてもいいかなって思うんですよ。まあ余裕があればなんですけど、なんでそういう意味ではあれなんですけど、
まあ、僕がちょっとこう乗ってみたいなって思ったとしても、どうしてもアフターでかかったパーツの金額を考えるとも、考えると、まあ、乗れないなって、そう、買えたとしてもその後がすごく心配っていうのがあるんで、その分がどうしても、うん、ちょっと手出すにも出したくはないかなっていうふうになっちゃうんで、うん、そこでマイナスポイントかなっていう。だそこ気にしなければすごい高評価にしたいんですよ。うん、はい、乗り心地も全然いいですし、ね、音も好きですし、エンジンもいいですしっていうので、お金はかかるけど、お金はかかるけどっていうところですね。わかりました。はい、僕はね、ちょっとこれ何回かやってる車なので、はい、点数をまた言うとまた違うじゃんってなるのが嫌なんですけど、はい、今の今で考えると95点で、はい、まず理由としては、はい、確かにね、メンテナンスの部分でお金がかかる、はい、まあ、これはまあ言ってくれれば、はい、いいよと、はい、でも、はい、お金に余裕がある方、はい、だから僕はね、はい、ここが許せるわけではなくて、はい、割とお金に余裕がある方って結構お金の使い方には結構シビアだったりするわけ、あ、はいはいはい、そんなにかかるんだったらかかんないものの方がいいよねってなってくるケースもあると思うし、はいはいはい、この車にかける愛情だとか愛着っていうところが、はい、なんか全てそこにね、整備にお金をかけるかかけないかっていうところに決まってくると思うんだけど、はいはい、ただこの車のいいところって4ドア、はい、4枚ドアで4つシートがあるってことなんですよ、はい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 、そしてもう、新車からもう4年は経ってますよ、はいはい、ということを考えると法人でね買った場合、はい、焼却に1年で焼却できちゃうんですよ。ああ、そうですね、で、はいはいはい、これ1400万円とか消費入れたら1500万円ぐらいになりますけど、はいはいはい、それを1年で焼却できるっていうそのメリットを考えると、はい、ありだなーって。で、会社の経費で落とせるわけだから当然整備代確かに高いかもしれないけど、会社で落とすこともできる。そうだね、法人で考えれば確かに、ということを考えるとありなのかな。でも個人でさ、はい、頑張って買おうとなるとちょっとなんか大変なところあるのかもしれないけど、うん、そこをカバーするのはやっぱり保証は入った方がいいよね、そうですね、っていうところもなってくると思うし、はい、消耗品は別になるかもしれないけどね、はいはいはい、だからそういったところとの付き合い方っていうので変わってくるかなっていうふうに思いました。ということで今回は、はい、アストマチラピード S のタシトロニック3をご紹介いたしました、はい、引き続きサブチャンネルと、あとはゴールデンウィーク明けにね、愛車が、ね、多分仕上がるというので、はい、そこでまた収録したいなというふうに思います、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。